1スタート。さあスタートしました決勝戦、画面右下ドルさんからまずスタート。あ、これ2分近く、2分16秒あります。2分16秒、はい、ね、ただこれは組み合わせ的には準決勝もいい勝負で来てますので、はい、決勝はかなり緊張しても手伝うので、うん、ここは、経験値が多い陣八さん、SKR さんあたりはプレイヤーが減るということは、はい、それだけギャラリーが増えるということですので、ちょっとイコールもこれ最後なので、はい、結構ミスったら終わりみたいなところもありますからね、あのもう先月の、はい、あっとちょっとちょっと大丈夫かドルさん、ちょっとおっとちょっとまずい。さあこれはちょっと、さあここは冷静に、さあここはじっくりじっくりいきましょう、じっくりいい、なんとかこれで左、大丈夫、そうですね、水色左に、あ、右に持ってきました。まあ、ちょっとまだちょっとまだ陣八さん、SKR さんまだスタートしてないんですけども、さあいやーこれはヒヤッとしましたが大丈夫でしょう。うまい。さあここは冷静に、さあ取り戻しました。とりあえず安心しました。そうですね、ちょっとやっぱりプレッシャーからスピードを出しすぎちゃうとこういう事態結構あるんで、右穴開きました、開きましたね。いやーよかった、これでしっかりと決めてくる。プレイヤーもああ100だ、他のプレイヤーもちょっとまだスタートまであるので、ね、今ちょっとヒヤッとしましたが、ここで、リズムを取り戻しましたドルさん。さあ、陣八さんスタート。画面右上。さあ、114のレベル差ですね。さあ、まあ、この辺は、画面右上、画面左上の2人は、まあ、100点連磨ですからね。で、最後にスタートする陣八さんは、まあ、世界最速ということで、ドルさんはそれだけプレッシャーかかるってことも、はい、ありますからね。でもよく自分を取り戻して今踏み込んでいます。よかったです、とりあえずは今だと攻め方を、はい、緊張もありますからこれは。さあ、来ますよ。今日は9分00で来ておりますから、大会最速記録何分のスピード、素晴らしいスピードで最初から立ち上がってきています。これでハッピー体はあるのか、ハッピー体出したら間違いなく優勝できると思います、ありますけど、現実的に先ほどの準決勝でかなり強かったんで、僕らも近いタイムだ。ここは強いです。そうですね、ちょっとランキング大きく持ちがありまして、陣八さんとしてもちょっと心理的に、はい、あの野郎とあのツイートしてましたから、まあ、今回ちょっとあの、ちょっと、スポーツさんが入ってないように、テンションはいますので、そんなのんきなこと喋ってる場合ではないですけども、はい、今回は、今回は、やり下のスポーツさん大、あ、ドルさん落ち着きましたね、かなり、自分的にもいい感じで積んでると思います。今回、レベル210番、2番手が陣八さんで150、まだ100以上下がります。はい、さあ、フリーゼロさん今100通過。どこまで、フリーゼロさんがどこまでかき混ぜて、終えるかで。ああ、何が起きたんだ、やり直しの実測。水色、緑、黄色。ひどいツモでした。いや、緑が。日頃の行いが悪すぎたのか。すごいツモが。またしても。すごいツモが来ました、今。いや、まあちょっとこれ今のはついてないこれはアンラッキーですね。本当にあれはちょっとどうしようもなかった、はい、そうですね、あれやりようがない。陣八さん残念、はい、これは1位抜けのアドバンテージも完全になくなってしまいました。さあ3名、ちょっとこれがあるから決勝は怖い、ざわめきます。さあこれはまた煽られるんでしょうかこれ、ツイッターで。まあ、すごい、いやでもこれでドルさんも一気に、まあ、これチャンスが、そうですね、アドバンテージ持ってるなと思ったけど、はい、ドルさんになりましたんで、さあ、スイセムさんが200突破、エスキャルさんは230から40へ。さあ、ドルさん非常にいい組み、非常的にも落ち着いて自分は取り戻しているスイセムさんも、あ、今のはまあ、そうですね、今のは水色あれは避けないですよね。ここは黙々と進んでる、ちょっとエスキャラさん気になりますね、非常に。ちょっとこれはボスターをちゃんと狙ってるんじゃないでしょうか。あ、でもちょっと雲があって下がっている。さあどうでしょう、ドルさんが勝ったして
か。そうです、ヨロさんそこは冷静に近い。まだまだチャンス。400台入ったところになっております。ここは冷静に、あそこは棒は左には持っていけないが、あ、いいですね、いい決意を見せました。ちゃんと青で削れる姿勢を見ておく。さあ左下3セブンポイント300突破。あー、素晴らしい。あー、素晴らしい。現在、ドルさんが460台、エスピアさんが360台、スリーセムさんが330台、スリーセムさんとエスピアさんは大体40差ぐらいです。はい、スリーセムさんも今右側伝えていましたが、これ問題ないです。さあドルさんの回復がある。さあここはダメに頑張ってほしい。さあ、石川さんが400突破。さあ、差が詰まってきましたよ。さあ、ドルさんが500突破しました。さあ、まだリードは100あります。90ぐらいありました。このまま逃げ切れるか。トースリーセブンが400ですか。トースリーセブンが400。まだ石川さんとの差は40程度40程度ですね。まあ、ここはプラス5秒ありますから。さあ、ドルさん、ここは逃げ切れるか。どこまで逃げれるかが問題ですね。そうですね、ちょっと形も良くないので、はい、できるだけ早く立て直していただきたいところ。さあ、エスピアさんが少し地が悪くなっている。そうですね、リーセルさん、本当に安定を安定してます。安定してますね、今日素晴らしい。さあ、エスピアさんが500突破しました。ドルさんとのレベル差は80切るぐらいになってきました。かなり結構差はあるといえばあります。あー、ふんどし、ふんどし食らってしまいました。状況でふんどし食らう。今ちょっとふんどしを食らわないようにちょっと棒を操作してたんですけど。さあ、スリーセブンさん、4分45ですね。45、6。いや、すごい。いや、さあ、スリーセブンさん、これは大まくりはあるっていうのか。さあ、ドルさんは今600台。ドルさんはモチベーションをなんとか保って、ここは一つ決めて、左利きを持って止めたい。さあ、うまい回避しましたが、さあ、苦しいよ、苦しいか。さあ、うまい。今のは上がります。我慢しました。我慢しています。まだある、まだありますよ、諦めないで。さあ、そうだ。さあ、いや、取ってきてます、取ってきています。さあ、ドルさん回復。さあ、ここはとにかく逃げ切る。現在、2番手のエスキアさん600突破しております。さあ、差が60程度になりましたね。はい。おーっと、スリーセブンさんが今600来ました。5分30分かな。そうですね、早いですね。はい、これワンチャン、これあれですよ、エスキアルマロの差も20ぐらいまで縮まってきてますから。これまた結構結構でもこれ乗ってますよね。乗ってます。個別的には届かないかもわかんないですけど、8分台には乗ってると思います、この台は。可能性は十分ないと思います。台には乗っています。さあ、まあ、少し見守っていきましょう。そうですね。トップのドルさんは今、ドルさん、粘ってます。いい粘り見せてますね、ドルさん。まあ、粘っている分、ちょっとタイムは伸びないので。そうですね、かなり。QR さんもかなり近づいてきてます。さあ、今のちょっと厳しいか。さあ、石川さんが700。さあ、ドルさん、粘れるか。さあ、ここで棒を引きたい。さあ、ボヒダ、ここはうまくかわしていきます。さあ、素晴らしい粘り、ドルさん。ここは最後までいけるか。さあ、スリーセブンさん700突破。700突破、これは詰まってきた、ドサが。全員700台になって、そうですね、一気にいきました。これは、でもドルさんも落ち着いてきましたから、ここは、でも棒が引けなければ、こういう時に棒が来ない、危ない。削って、さあどうだ。これは、あーっと、一回残念。いやー、これはバンジー、まだある、まだある、棒攻撃、棒来た。さあ、まだだ。来たが、オレンジは運べない。ここで792、まあ一騎打ち。さあ、スリーセブンさん対、さあ800、まず800がいった。さあ、ゴルさんを抜いていたイスキアさん。まあ、逆素晴らしいです。これは分かんないですよ。うん、さあ、現在、さあ、来ました、スリーセブンさん。来た、差は30弱。あと、さあ、2セクション。さあ、スリーセブンさん、このまま緑が落ちてなかったが、エスキアさんも盤石ではない。もう呼び
きたい。これは棒を引かないと一気にピンチになる。なんとかしましたね。さあこの間にジュリジョンさんが綺麗に停止している。さあここはそうですね、リカバーしてきました。石川さん万全の状態で追っている。850から60へその差が20に落ちてるか。ちょっと縮まってます。石川さんに真ん中の穴がポストできている。さあ、900突破。さあ、D7 さんがこれはそして、896で赤召喚。レベルストップなし。あっと、ちょっと石川さん危ない。しかし、今の青の人間は冷静に寄ってもらった。さあ、石川さんが1ピンチに。9分10秒は切ってくると思うんですよね。敗者復活からの素晴らしいタイム。さあ9分10切れるか。ここは面白いところ。さあ来てきました。切ってきました。素晴らしい。いやこれは今日はできすぎじゃないですか。もう文句なしの優勝でした。文句なしですね。いや素晴らしい。セブンさん、そうですね、今年初